サンタクロースのふるさと北欧フィンランドで始まった楽しみながら二酸化炭素の削減を目指す取り組みを取材しました。フィンランド南部にある人口12万人の緑豊かな都市ラハティ。環境意識の高いヨーロッパの中でもトップクラスのエコシティとして注目を集めています。特に画期的というのが、世界で初めて試験導入されたこのアプリです。The goals are to promote sustainable urban mobility in our city and reduce the transport related emissions. 2025年までに温室効果ガスの排出量実質ゼロを目指すラハティ市でネックになっていたのは自家用車への依存でした。そこでより多くの人にバスなどの公共交通機関や自転車を使ってもらおうと、このアプリが開発されました。どのような仕組みなのでしょうか。Otat sen käyttöön, oot luonut itsellesi tunnuksen ja näiden alkukysymysten avulla sulle sitten määritetään sun henkilökohtainen viikoittainen päästöbudjetti. 炭素予算は生活環境に応じて割り振られます。例えば、職場から遠いところに住んでいたり、小さな子供がいたりすれば予算は多くなります。その人が何でどこまで移動したのかをアプリが自動で検知し、排出量が炭素予算から引かれる仕組みです。週末に予算が残っていれば、普段よりもエコな移動をして排出量が削減できたということになります。しかし、それだけではありません。このアプリの一番の魅力というのが、Täällä on tämä markkinapaikka tuolla ostoskärryn kohdalla, missä sä pystyt sitten niillä sun kestävillä liikkumisvalinnoilla, tienaamilla, tienesteillä käydä lunastamassa sitten itsellesi erilaisia palkintoja. 残った炭素予算がアプリ内の排出量取引の相場などに応じて仮想のユーロに換算されるのです。その仮想ユーロでコーヒーや自転車につけるライト、プールの利用券など、さまざまな商品を購入できます。I think we need different kind of measures in order to promote sustainable mobility. These kind of applications really are a great way to improve and engage and like attract people. 気候変動対策の専門家は、最大の強みは、みんなで楽しみながら減らしていこうっていう機運を高めることなんですね。自治体レベルで導入するのに向いた政策なんだと思います。